ゲイリーは、オーストリアの肖像画家である、オーストリアハンガリー帝国のオーディンバーグに生まれた。ウィーン美術アカデミーで学んだ後、1856年に、デュッセルドルフに移り、デュッセルドルフ美術アカデミーで、クリスティアン・ケーラーやハインリヒ・ミュッケに学び、1857年から1859年の間、エマヌエル・ロイツへの個人教授も受けた。デュッセルドルフの美術家協会。 マルカソンの会員になった。1858年は少しの間ミュンヘン美術院でカール・フォン・ピロティの指導も受けた。ミュンヘンに滞在していた間にバイエル号ルートビヒ一世から注文を受けた。1862年にウィーンに戻り歴史画家、肖像画家として成功を収め各国の王族の肖像画を描いた。講演者中にはドイツ工業、 ビクトリアやその母親のイギリスのビクトリア女王がいて、皇后ビクトリアには絵を教え、何枚かの肖像画を描いた。1880年には、ドイツ皇帝ビルヘルム2世紀の妻になる、アウグステ・ビクトリアの肖像画を描いた。1894年に、ウィーンの街の通りの名、アンジェリガスが、アンゲリにちなんで命名された。ありがとうございます。